グリフィスはイギリスの TVR が開発したスポーツカーである。北米でのディーラー権を獲得したジャック・グリフィス率いるグリフィスモーターズが自らのファクトリーで製作したマシンがグリフィス誕生のきっかけとなった。当時の1960年代前半は AC コブラの成功によりアメリカンスポーツカーが流行となっており、グリフィスもその影響により誕生したと言える。 グランチュラマーク3のシャーシをほとんど手を加えずにそのまま流用し、そこにフォード製 4.7LV8 オフを搭載した。そのポテンシャルは高く、一番簡単なチューニングでも0、時速 100km 加速が約6秒、最高速度時速 225km というものだった。しかしほとんど手を加えていないグランチュラのシャーシでは操作性はかなり危険なものだったという。 TVR はこのマシンをグリフィス2 0 0という名称で1963年からモデルに加え操作性を向上すべくシャーシの改良に着手した。1965年にグランチュラがマーク4にモデルチェンジするとそれをベースにしたグリフィス4 0 0にモデルチェンジした。しかしシャーシに改良を施したにもかかわらず最後まで良好な操作性を確保できず 400の発表から1年も経たない1965年に生産を終了した。ピーター・ウィラーが TVR 社長に就任して以来、TVR は次々に斬新的なニューモデルを発表していった。その中の一台として1992年に発表されたのが新製グリフィスである。交換中ブラーフレームに FRP 製ボディを被せるという従来の様式は、 そのまま受け継ぎ、スタイルは2ドアのオープンスポーツとした。エンジンは、ローバー V8 エンジンを FR レイアウトで搭載。最初の頃は、排気量は4.0リットル程度だったが、次第にパワーが向上し、最終的には5.0リットルまで向上した。さらに1トンほどの軽量なボディと組み合わせることで、かなりスパルタンなマシンに仕上がっており、 乗りこなすにはそれ相応の技術が必要な車である。インテリアはレーザーを使用しており、スパルタンなイメージとは裏腹にクラシカルな仕上がりとなっている。しかし、エアバッグなどの安全装備は一切ない。グレードは 275PS の4.0リットルエンジンを搭載する。ブラックプール B275 と 340PS の5.0リットルエンジンを搭載する。 ブラックプール B340 の2種類だったが、その後 320PS の5.0リットルエンジンを搭載する500のみになった。日本国内でもグランツーリースモシリーズへの収録などもあって知名度は高い。2001年に生産終了。2017年9月8日、グッドウッドリバイバルにて新型グリフィスが発表された。t r 立周年を記念して、 開発されたモデルで、デザインは、モトブラバム・マクラーレンのデザイナーとして知られる、ゴードン・マレーの事務所が担当している。エンジンは、フォード製の5.0リットル V 型8気筒に、コスワースがチューニングを施したものが搭載され、最高出力は 500PS 以上、0から60マイルパーアワー加速は4秒未満という、スペックを誇る。最高速は、時速322キロメートル以上と、 アナウンスされている。足回りは前後にダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用。シャーシは交換フレームにカーボンパネルで補強がなされており、高い剛性と軽量化を両立している。従来の TVR 車は安全装備や電子デバイスを一切装備しないことで知られていたが、新型グリフィスでは高出力と安定性を両立するべく、パワーステアリング、ABS、TCS が 標準装備となっている。車体の各部にカーボンファイバー製部品を多用することで、軽量化を実現し、車重は 1250kg 未満に抑えられ、前後で50、50という理想的な重量配分を実現した。2019年に第一陣として、ローンチエディションが500台限定で発売された。しかし、 生産工場の創業開始が遅れており、当初予定されていた2020年内の販売開始にも遅れが生じている。ありがとうございます。